さあ続いては災害の記憶や教訓をどうまあ継承していくか中継で伝えてもらいます再び宮木さんです豪雨災害伝承館です副館長の畑堀さんです去年九月にここオープンしましたもうすでに県内外から二万人以上の方が訪れている、ね、ということなんですけれどもどんなことをこの場所で伝えているんでしょうかそうですね災害というのは私の経験からもやっぱり会ってみないとわからないところがあるんで ここに来てていいただいて被災者の我々の体験を聞いてもらうあるいはこういう CG 画像で模擬の体験をしてもらういろんなことで,ですね向こうでは被災者の声ありますけれどもそういったことを聞いてもらいながら、えー、皆さんでじゃあ災害にどう立ち向かっていくのかどういうふうに備えていくのかそういったことを勉強してもらうのがここの建物の大きな やりり方だと私は思っておりますあのここに訪れたあの子どもたちのメッセージなんかも寄せられて子どもたちはですねもう敏感にです、ね、災害があったら逃げよう避難しようねというメッセージがたくさんありますでもやっぱりその素直さがやはり子どもならでは大人はついつい今まで来てないから大丈夫よ 今までここまでしか水来てないから大丈夫だ,だから逃げない避難することはないすぐ雨上がるからとかいうような発想でついついいいわゆる正常性バイ椅の中で自分を安心逆に安心させてしまうそれが一番危険な要因であるんでそれをです、ね、改めて考え方を変えてもらうそういったことになるような。 きっかけづくりをしたいと思います十年を一つの節目としてまた今日から防災に対する意識を務めてほしいですねそうです,、はい、そうですね、はい、以上中継でお伝えしました